はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はこちらやっていきましょう。無課金道だけで今回は特別編、クガジャニのケスケ実況のケスケです。ポン。ということで、2021年の12月31日からですね、無課金で1年間育成したどこまで育つのかっていう、企画ですね。2022年の12月31日にね、最終回迎えたんですけども、視聴者様からね、もっと続けてくださいっていうね、リクエストを受けておりまして、で、まあ、ゆるふわで、まあ、やってるね、企画となっております。で、今回は特別編と言いました。それが何かと言いますと、こちら。はい、無課金アカウントと並行して育成している、ゴールドパスアカですね。無課金アカと一緒にね、アカウントね、作りまして、で、ゴールドパス買ったらね、どれぐらい差がつくのかっていう、検証してるね、こちらの企画、なんですけども、このゴールドパスアカ、はい、こちらご覧ください。3900万ゴールドの、3900万エリクサー、そして33万3000ダケリといった感じで、めちゃくちゃ資源が、あります。これ何かっていうと、ゴールドパスですね。7月から新しくなりまして、ちょっと値上げした代わりに、豪華になりました。で、今までは2500万ダクエリだったのが、違う、2500万ゴールエリの、25万ダクエリだったのが、今回の、新しいね、ゴールドパスのおかげで、シーズン資源量が、上がりまして、増えまして、3000万ゴールエリの30万ダクエリ、溜まるようになったんですよ。これやばいっすよね。はい。なので、今回はね、こちらの大量の資源をですね、ゴールドパスアカ使っていこうと思います。なので、クワカードがほぼ毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとはね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを開始しての先行プレイ動画とか、チャレンジ攻略化を動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速、ゴールパスアカのシーズン資源使っていきましょう。レッツゴー。課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい。それでね、使っていこうと思うんですけれどもね、ただね、ゴールパスアカもね、もうタウンホール中に終盤になってまして、もうエリクサーポンプとヒーローと壁ぐらいに、なっておりますんで、早速ちょっとチャックの方をやっていきましょう。とりあえず、アチャクリ先にちょっとダクリ。使っていきましょうか。あ、でも言うて、あ、ババキンも、あ、ババキン着工できない。あ、意外とそんな。あ、じゃあ、ダクリは、はい、もうすぐ、なんかもう使い終わった感じになります。で、研究が、あ、そうだ、研究はもうすべて終わってしまってますんで、じゃあ、まあ、ちょ、壁塗っていくしかないか。もうエリクサーポンプとか、そうですよね、壁とかですもんね。はい、ここから壁塗りタイムです。壁塗りタイム。ちゃんと、一応10%オフ。なってるんで、これでどんどん塗っていきましょう。やれ、ちょっと待って、これ壁もう終わるかもしんねえ。え、終わるかな、これ。え、あと何枚 ?136 枚。あ、終わりはしないか、さすがに。さすがに終わりはしないと思います。なんですけど、じゃあちょっともう、エリクサー、使って、うわおびっくりした、一気に減った。さすがに無理でしたね。さすがに全部使うの、ちょっと無理だったんですけど、びっくりした。一気に減って、ちょっと、エリクサー他に使い道あるかもしんないんで、息減ってびっくりしたんですけど、あ、エリクサー使い道なかったわ。はい。エリクサー使い道なかったんでね、壁にね、どんどん使っていこうと思います。さあ、もうね、ゴールパスアーカーも早いもので、もう、タウンホール中に終盤だから、あともうババキンのレベル上げとかなんで、早ければもう9月にはタウンホール13になってるかなっていうふうに思います。ちょっと待って、電波が悪い。よし。電波復帰したんで、はい、やっていきましょう。そう。早ければ、今月中にタウンホール13行けるかな?ね、行きたら行きたいですよね。なんかタウンホール13もやっぱ、の人口もやっぱ、村が育ちやすくなったおかげで、増えてますんで。はい。なので、はい、これで、資源がもう、はい、これだけ減りましたんで、あとはエリクサーポンプですね。上げていきましょう。あ、まだレベル13のやつあるんだ。資源施設はね、結構頭回しに上げてたんですよね。なんですけれども、もうこれでようやく、だいたい資源施設も、追いついてきて、はい、これで OK といった感じですね。で、エリクサーもう使い道ねえか、使い切っていくか。エリクサー、使い切っていってあげて、あ、待っていいか。て、壁何個塗れたか数えるの忘れてた。しまった、やっちまったな。まあいいや、はい、これで、壁塗ることができました。はい、残り98枚まで。なりました。いや、結構意外とすぐ使い切れましたね。はい。でね、新しいゴールドパス
で、まあ、3000万ゴルエリの30万ダクエリもらえるようになったっていうのは、まあ、皆さん、知ってますよね。なんですけども、7月のゴールドパス、新ゴールドパスから、なんと、大工の拠点にも、シーズン資源やってきまして、えぐいっすよ。1000万ゴルエリもらえるようになったんですよ。はい、はい、650万、なんすか、最終が。最大が。はい、もう明らかに超えてるんですよ。で、大工の拠点、ちょっとね、区限定したいのが、ちょっと後期日数が上がって、長いんですよ。大工さん2人しかいないくせに、後期日数が異様に長いんですよ。長いんで、大工さん、ちょっと全然開かなくて、ちょっと待って、後期日数見せるわ。長いんで、全然8日とかかかるんですよ。もう、なんかもう、ふざけんなってれば8日とかかかるんですよ。全然さ、大工さん2人しかいないのに、8日もかかっちゃったりして、で、資源さ、使い切れないわけですよ。だから全然、資源狩り行けないっていう。ちょっとね、これどうにかしてほしい、大工の拠点。マジでね、2人しかいないのに、後期日数8日だから、ちょっと全然開かないんすよ。全然資源減らせなくて、資源狩り全然行けないんすよ。はい、じゃあね、そしたらね、最後にですね、男が戻ってきましたイベントね、こちらね、消化して、いこうと思います。そっちの資源狩り、やっていこうと思います。こちらのね、イベントの攻略法はね、昨日動画でご紹介いたしましたんで、そちらの方、ぜひね、ご覧ください。ちなみに、ペッカ2体の、アイスゴーレム1体の、パーティーウィズ14体ね。はい。で、行きましょう。OK、わかりました。そっちの方で、ね、ぜひ、ご覧ください。ここ行こうかな。いや、いいや。ここじゃないや。あ、で、ちなみに、いつも聞いてるんですけども、皆さん、タウンホール、クラカ始めて、今、タウンホール、何ヶ月で、どんぐらいとかね、よかったらコメントで教えてください。いつもね、コメントで、教えてくださってありがとうございます。教えてくださってる方、ありがとうございます。結構、ね、楽しみにしてるんですよ、そのコメント。自分、初めて何ヶ月で、今、タウンホールいくつですってコメントね、俺めちゃくちゃ見るの好きで、あ、今、クラクラって、もうそんなに育ちやすくなったんだっていうのがありますんで、もう知れて嬉しいんで、まだね、コメントしたことない方、よろしければコメントで教えてください。はい、じゃあまあ、ここやっていきますか。昨日ね、動画でご紹介した方法で、参ろうと思います。もう普通にウォーデンでやって、初手トームやってって、で、はい、初手トームです。で、これは突撃艦で、タウンホールまでお送りしていきます。で、突撃艦の中身はスニークゴブリン10体なので、タウンをね、無事に落とすことできるよねっていう感じ。で、あとはま、適当に、ペッカ2体、で、アイスゴーレも出して、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、まあ、適当に出しといてあげて、はい、これでね、資源を取っていったら、撤退するだけで、はい、普通にね、カウントされますよねっていう感じです。普通にカウントされていいよね。はい、はい、はい、1回ってなってね、ペッカ1回。はい、アイスゴーレム1回。こんな感じで、どんどんね、やっていきましょう。イベントでほんとこれだけで、簡単に消化することできます。さあ、じゃあ、どんどんね、もらってね、やっていきましょうか。やっぱりね、ゴールパーサーカーもね、ルーンはさすがに欲しい。普段ね、このアカウントね、ゆるふわでやってるんで、がっつり資源狩り、で、こう、たくさんしてるわけじゃないです。ゆるふわで育成したらどこまで育つかのかっていう企画なんですよ。なんで普段あんまりね、こういったイベントね、まあ、報酬がね、しょぼければやんないですけど、さすがにルーンはやった方がいいんで、さすがに、やります。で、あと、ペッカイベントの方も、あれクリアするだけで、呪文の本もらえますからね。やらない、やらない手はないですよ。で、あと、アイスゴーレムイベントも、あれ5回やるだけで、パワーポーション2個もらえますからね。めちゃくちゃ美味しいですよね。なので、ここやりましょう。はい、行きます。ウォーデン出して、で、突撃艦入れていってあげて、で、こっからね、トルネ出るなよ。トルネ出るなよ。頼むぞ。見送ります。行ってらっしゃい、突撃艦。さあ、どうだ?どうだ?あ、そうか、ウォーデンレベル40だから、なんか、カンストレベルの感覚でなんか出しちゃうな。なんか、カンスト感覚で言っちゃう。本枠が三交代包帯の人、あるある。なんか、自分、サバカで、なんか遊んでると、なんか本枠の感覚でヒーロー出しちゃうみたいな。ね、ありますよね。あると思います。アイスゴールド使ったっけ?使ったか。なので、エリタン狙っていきたいけど、まあ、いっか。まあ、いや、ウォーデン、食らってたから、はい、これ撤退していって、資源も大量に取れて、で、カウントも増えて、あらら、あれら、待って。あ!やべ、パーティーウィザード規定数出してなかった。
14体出してなかった。あ、ペッカーアイスゴーレムは規定数出してるけど、やべ、ミスった。あ、タウンホール外出し。どうしよう。援軍で使う。いや、さすがに、あれだな。ペッカー2体で取れるだろう。で、アイスゴーレム。出しといてあげて、で、これで規定数はクリアだね。じゃあ、あとは適当に、1、2、3、4、5、6、7、8、90、11、12、13、14。はい、これで規定数出したよね。わかんない。ちょっと怖い。14体出したよね。14体出してない可能性も考えて、あと2体ぐらい出しておきます。あと2体ぐらい出しておいて、で、撤退してって、頼む！カウントされてくれ！カウントされてくれ！頼む！どうだ？オッケー、カウント2回、オッケー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 。はい、では、ここ行きましょう。資源もね、資源施設ね、こう、はい、こんな感じで、放置っていうか、溜まってるところとかもね、しっかり取ってってあげましょう。普通にこれね、やっててね、普通にね、これ結構資源もね、いい感じ溜まるんですよ。資源も本当にいい感じ溜まる。マジでびっくりした。あれ、こんなに資源って溜まるもんって思った。なので、ちょっとやっていきますよ。まあ、ここら辺をペッカー取っていくか。で、こっちはアイスゴーレムに取ってあげて、1、2、3、4、5、6、7、8ってやって、90とやってってあげて、ついでに金貨もね、取ってってあげましょう。あ、ちょっと待って、これ、ウォーデン大丈夫かな？待って、1、2、3。1、2、3。で、やってってあげて、さあ、これで金貨もね、取ってってくれてる。どうする？金貨も狙おう。いや、もういいや、これ最後。これ最後、金貨も狙っていきます。金庫も取って、で、もうパーティーメゾン全部出し切ってってあげて、いけば、さ、星に取れるから、ちょ、これ星に取れるか見てみよう。意外と結構壊すな。あれ、これ星にあるぞ。あ、いったいったいった、美味しい。これで星ボーナスの星も稼いできて。美味しい美味しい。はい、ということで、今回はね、無課金道特別編、ゴールパス赤の方、ゴールドパスに買ってったら、もう新ゴールドパスのシーズン資源がマジ増えててね、やばいってね、動画お送りしていきました。そうです。今回の、先月ね、ゴルパスの方にね、ヒーローの方なかったんですけど、今回ありますね。なので、ほんと豪華になったなっていうふうに思います。あ、ちなみに、ゴールドパス、ね、値上がりしても、結局まだ買ってるよーっていう人、どれぐらいいらっしゃいますかね？もしくはもう値上がりきついからやめたーっていう人、どれぐらいいらっしゃいますかね？よろしければ、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい。ということで、高評価画像がほぼ毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクライミングシェアの方よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。